ジョン・スミス・ミフレッチャー視聴室の殺人1ロンドン初の急行列車がリンカスターの駅に停車すると落ち着きのある服装をした眼鏡をかけた中年の男がただ一人降りてきた彼は切符を渡すとともに 急ぎ足で町の方へ歩いていったその町というのは古風な家が軒を並べていて古色騒然たるムート会館の屋根と教会道の四角な先頭とが突っ骨として勝立していたやがて彼は市街の中心地たる市場に来ていたがそこは一滅しただけで中世紀以降何の変化もないように見受けられた彼が、 次第に滅びゆく古代イギリスの城市の真ん中に来ていることは一目見ればわかることであった。だがロンドンの男は周囲を眺め回して時間を費やしてはいなかった。彼の敏活な視線はガスの灯っている突出したランプに書いた文字の上に落ちた。その文字は警察署と読まれた。彼は事務家らしい立ち振る舞いで警察署へ入っていった。 がらんとした書内では眠そうな若い警部が机に向かって何か書いていた所長さんはいらっしゃいますかロンドンの男は訪ねた警視庁からミルグレイブという刑事が来たとお伝えくださいませんか警部はロンドンの刑事をちらと見やりながら重苦しそうに奥の部屋へ歩いていった 彼は部屋の中にいる人物に二言三言言っていたがやがて振り返ってミルグレイブを差し招いたミルグレイブはずしずしと入っていった彼と表を合わせたのはたくましい大男で頑丈な拳を突き出しミルグレイブの来着を喜んでいる様子を示していた彼は燃え盛っている火のそばに椅子を引き寄せながら言った お出向き下すって大変ありがたい次第です当方ではかような事件に慣れていないものですから警視庁の方を煩わしたいと思いまして彼はそう言いながらミルグレイブに椅子を勧めた事件についてはご承知と思いますがもちろん新聞でお読になったでしょうないいえミルグレイブは街灯のボタンを外して椅子に座った 殺人事件があったという他には何も知っていません。新聞ではその見出しは見ましたが、本文は読んでいません。そこですぐに事件を承まりましょうか。何か、まず食事でもなすったから。ありがとうございますが、要件が第一です。一体どんな事件が起こったのか、それをすっかり聞かせていただきたいものですな。所長は、 自分の椅子も火のそばに引き寄せて座り込みながら小首をかしげたどうも期待なことでしてね私が飽食して以来もう30年余りにもなるがこんな期待なことはまだ聞いたことがありませんよいやどうも私は話下手だがまあできるだけ順序よくお話しすることにしましょうそこで系統的にお話しすれば 今日は1914年12月10日木曜日ですねよろしい一昨日12月8日火曜日の夜です市長のグイ・ハニングトン氏が市場の方から来て表玄関からムート会館へ入り市長室へ入っていったのですそれが8時半でした 市長の入ってきた姿を見かけたのはリアロイドという守衛ですリアロイド夫婦はムート会館の1階に住んでいるのですからそのうちお目にかけますが重た玄関から入る者はリアロイドの部屋の前を通らぬわけにはいかないのです市長が入ってきた時はリアロイドは戸口に立っていて「何か用事でもありますか?」と言ったのですが市長は「 何も用事はないと言い捨てたまま市長室へ上って行ったのですそれでリアロイドは夕食を始めたのでした相当な時間が経過しましたリアロイドは妻に市長はあまり長く2階にいるようだがと言ったのでしたそれから彼は玄関へ出てタバコをふかしながら市長の出てくるのを待っていたのです だが、市長はなかなか出てこない。とうとう、10時になって、リアロイドが戸締まりをする時刻になったのです。リアロイドは不安になったので、2階へ行って、扉に耳を押し当てたのです。何も聞こえない。そこで彼はノックしたのですが、返答がない。彼は扉を開けたのです。 すると市長は机と暖炉との間に腕を差し伸べたまま倒れていたというんですね死んでいたのですねミルグレイブは尋ねたまさしく死んでいたのですリアロイドは市長の姿仰向けになって倒れていたそうです直ちに彼の妻を ドクター・ウィンフォードと私のところとへ駆けつけさせたのです。私はウィンフォード氏と一緒に臨検しました。医師の推定では死後1時間を経過しているということでした。死因はというと、市長は狂気で突き刺されていたのです。突き刺されていた。おおミルグレイブは言った。 背後から心臓を突き刺されていたのです。ドクター・ウィンフォードの推定では市長が机に向かって何か書き物をしていたのを背後から心臓をえぐったものらしい市長は踊り上がって両手を差し伸べ一回りして仰向けに倒れた即死であったものらしいというのですリアロイドは倒れる者とも悲鳴も聞かなかったのですね ミルグレイブは訪ねたいや聞いておりませんしかしご注意願いたいのはこのムート会館はイギリスでも最古の建物の一つであるということですご覧になれば分かりますが壁も床も恐ろしく分厚くて場所によると8フィートないし12フィートの厚さがあるんですそれにリアロイドが何の物音も聞かなかったのみならず 格闘の形跡さえもないのですそして市長は手紙を書きかけていました背景と書きかけていました市長以外にその部屋に何者かの入った形跡は絶対になくリアロイでも市長の後から入ってきたものはないと言っているのですしかし何者かが入ったに相違ないですねミルグレイブは言った しかし、リアロイドの夕食中に入っていくことができたかもしれないが、リアロイドの座っていたところからも階段が見えるんですからね。だが、他に入り口はないし、裏口はないのですか裏口は6時に締め切るんです。いや、何者か知らないが、リアロイドが後ろ向きになった時に忍び込んで、 同じ方法で抜け出したものでしょうな被疑者はそれがですよ。ある見世物師のイタリー人が数ヶ月前に面倒を起こしたので、市長がそいつを監獄へぶち込んだわけですが、そいつが市長を恨んでいたらしいのです。もちろん我々は百歩手を尽くしてその男を捜索してはいるが。 イタリア人のことはそれとしておいて市長のことを承りたいものですいかなる人物であったか幾年市長を務めていたか人望があったか敵はなかったかそうした事柄を詳しくお聞かせくださいませんかあれほど人望のあった人は知らないですなあ誰にも好かれていましたよ 市長の家族はこの町の旧家で銀行家ですグイ氏はケンブリッジ大学卒業間近に父君に死なれたので若くして銀行の株主になったのですそれから次第に敏腕を発揮し市の問題に多大な興味を感じてきたものですそして本年市長に選任せられたので在任期はちょうど1ヶ月というわけです ちょうど1ヶ月。ミルグレイムは独り言のように言った敏腕な事務化姿勢問題に興味を持つ誰か選任に反対したものはありませんか衆議一致の選任です父君も祖父にあたる人も代々このリンカスターの市長に挙げられていたのでしてどうも期待な事件ですね 何か手がかりになるようなものはありませんかいや少しもないのですよ所長は答えたイタリー人の話などは問題にしていないのですかねこの小さい町のことだから外国人が出入りすれば人目につかぬはずはないよしやってきたにしてもその時刻に市長が市長室に入ることを知るはずがないじゃないですか ハニングトン氏は結婚していましたかいや、独身で、母親と二人の妹と一緒に暮らしていました。その人たちは、ハニングトン氏に敵があったかどうかを知っていませんか敵があったとすれば、殺人の動機となるものが何かあるはずです。もちろん、盗賊の仕業じゃありませんよ。ハニングトン氏には、恋愛事件はありませんでしたか いや、それは調べてみましたが、母親の言葉によると、過去にもそういう問題はないということです。ミルグレイブは立ち上がって街頭のボタンをかけた。ムート会館、特に現場を見せていただきましょう。所長はミルグレイブを伴って市場へ出て行った。リンカスターにはすでに夜の闇が落ちていたが、ミルグレイブは かなたこなたの店頭から反映するガスランプの光によってムート会館の外観を眺めることができた2ムート会館は古色騒然たる建物の中心に立っていて横道を入ると丸屋根の広間があったその広間の片側には守衛夫婦の居室があり その部屋の小窓からは2階へ通ずる幅広い石の階段がよく見えていた2階には会議室委員室書記の支室市長室等があり3階には小さな部屋が若干あって倉庫に使用せられており4階は屋根裏になっていただがこれはムート階館の前面の部分で2階の控え室の戸を開くと裏手の建物に入っていけるのであって そこは組合の事務所になっていたしかし規則上その扉は毎夕6時にリアロイドが閉めるはずになっていたから市長の殺された時刻に裏手から忍び込むことは絶対に不可能であった犯人は市長が入ってくる以前に表側の部屋のどこかに隠れていたかもしれません仕事をしてリアロイドの食事の隙を見て忍び出たとすれば もの,の2分といりませんからねミルグレイブは言ったその時彼らは視聴室の入り口に立っていた室内はリアロイドが惨劇を発見した時のままであった床の敷物には血がにじんでいたしかしミルグレイブはもはやそんなものには目もくれずに時代のついた室内の壮麗さを眺めまわした が、突然振り返って署長の肩を叩きながら黙って室外へ出ていった何を私が考えているかお分かりですか彼は階段の途中で署長に言ったいや全然私の今考えているのは誰が市長を殺したかということではなくなぜに殺したかということです その動機が判明すればすぐに犯人を挙げることができると思うのですがしかしまず夕食でも済ましてから考えましょうミルグレイブは所長スットンと別れて市場の旧式な旅館に身を落ち着け一休みしてから所長配下の数名の者に会ってみた翌日になるとさらにいろいろな人物を召喚してみたが巧明は少しも得られなかった 市長の謹慎の者もミルグレイブが既に知っている以上のことを語ることはできなかった二日目の尋問も何者をももたらさなかった唯一の事実は何者かが市長を刺し殺したということであるがその者がいかにして市長に接近したかということはさほど寛容な点とは思われなかったムート会館の広間は夜間あまり明るくないのであるから リアロイドの食事中ににとがめられずに忍び込むことは容易であった尋問の際にミルグレイブの興味を喚起した唯一のものは狂気の性質に関しての医師の意見であった医師の言葉では狂気は切っ先の鋭い合い口に相違ないというのであった列席の人々は合い口ということで例のイタリー人を連想した ししかしその日署長の手元に届いた電報ではそのイタリア人は見世物工業の旅を続けていて殺人事件の夜はリンカスターから100マイルもの遠方にいたことが明らかになった2日目の夜ミルグレイブが夕食の宅に向かっていると署長が訪れてきた彼は椅子を近づけながら声を潜めてちょっと聞き込んだことがありましたね 重要なことですかミルグレイブは尋ねたそれは何とも言えませんが今朝の尋問の時隅っこに座っていた風変わりな老人にお気づきでしたかいいえするとその老人が老人の名前はマレリューというのですがこのリンカスターでの最年長者の一人でガラクタものの店を出しているものですところで 全国私にこういうものをよこしたのですよ所長はそう言いながら小さい店舗で使用する包み紙の一辺を差し出した見ると「今夜ロンドンのお方五道半にてご高麗これありそうらはおためになるかと存じろう、とあったミルグレイブは紙切れを所長に返しながら微笑した 所長は、「何か知っているのかもしれないですなあ行ってみるのが最上ですなあと言ったミルグレイブは長年の経験で奇妙な場所も知っていたが所長スっトンの案内した店のような素晴らしいものはまだ見たことがなかったその店舗はムート会館の裏手の静かな街路に面していて家具鏡 絵画というようなガラクタものがこん然と転がっておりそれに埃が真っ黒に積まれていた影のような男が狭い廊下を案内して奥の一室へ彼らを導いたそこはネギやタバコの強烈な臭気に満ちていたやがてその男がランプをつけるとミルグレイブの目に映ったのは世にも期待な老人の姿であった。 老人は薄着てなかったその衣服はかかしのそれに劣らなかったおそらくシャツを取り替えるのは一年に一度くらいのものに相違なかったしかし老人のしわくちゃな顔には二つの目がなみなみならぬ光で輝いていたここならいですわいところで何か一杯差し上げねばなりませんのう。 老人のごちょうは見かけに似合わずしっかりしていた彼は何かごとごとしていたがやがて風のついた瓶を取り出してその線を抜いた25年前に買ったウイスキーですぞロンドンの旦那この家にはびっくりなさるようなグラスと立派な水戸があるんですまあ いいっぱいやってから話すとしましょうか老人はそう言いながら紙束の上に腰をかけたんだかたは誰が市長を殺したのかを知りたいというんでございましょうな知っているのかねミルグレイブは尋ねたマレリュー老人は目を閉じたが突然その手でミルグレイブの膝をたたいた わしはいくつに見えますかの六十歳。ミルグレイムは即座に答えた。いや違う。わしは九十七歳じゃ。嘘と思うなら戸籍を見るがええ。九十七歳。それで達者なものじゃ。メガネもいらんし、歯も丈夫で。 珍しいねミルグレイブは言った彼はどういう話になっていくのかといぶかしく思ったけれども老人の語るに任せておくのが最上の分別だと考えていた97歳にもなると人間はその近辺のことを多少は心得ているものでのスットン所長もリンカスターのことについて わしの知らないことは少ないということをご存じのはずじゃ。そりゃあまったく、所長は心から同意した。わしが知っておりそうに思われんことも少しは知っておるのじゃ。ところで、市長さんを殺したのは誰か知らんが、表口から入ったかどうかということが、 少し怪しいというのじゃのう所長とミルグレイブは聞き耳を立てた老人の顔色は真剣になった彼は前へ乗り出して今度のことが起こるまではムート会館の秘密を知っているのはわしよりほかにないと思い込んでいたのじゃところがほかにもそれを知っている者がいるらしい。 秘密というのはあの古い建物へ入っていく抜け道があるのじゃ<三>えっスットン所長が叫んだわしの親父もその親父もまたその親父も ムート海岸のリアロイドが今住んでいる部屋に住んでいたのじゃそしてこの秘密の抜け道を知っておって代々言い伝えてきたのじゃその抜け道というのは壁をくり抜いて市場へ下って行きさあどこへ出ると思いなさるかのうミルグレイムは沈黙を守っていた だが、すっとん所長の偉大な体は不安らしく動揺したどこだね一体銀行の秘密の階段部屋のところへ出ておりますのじゃ老人は一段と声を潜めて答えた所長は踊り上がって叫んだ何だってレゲットさんの銀行の そのとおりですわい。よっどうも意外だなあ。所長はつぶやいた。所長さんにはその意味がお分かりじゃろうが、ロンドンの旦那には分かりなさらんじゃろう。全く分からない。ミルグレイブは応じた。難しいことじゃない。 老人は言った。あの銀行の建物に住んでいるレゲットさんは古物と考古学の好きな旦那でしてのう長年アニングトンさんの銀行の支配人をしておられたのじゃその上10年ばかりも市の収入役を務めておられたのですわい所長はグラスを手にしたまま呆然としていたが 突然ウイスキーを飲み干して立ち上がった彼は老人の肩をたたきながら「その抜け道を案内してくれないかね承知しましたご都合のえ時にいつでも」老人は応じた「それじゃあ早い方がいい一緒に行ってくれ」所長が促した。 老人は首を振った。旦那は、まず、リアロイドと打ち合わせをしておきなさるのがようござんすぞ。あれの女房が寝た後のことにしたらよいと思いますがの。わしは、十時過ぎに、あの建物の外側で待っておりましょう。そこで、所長の旦那に気をつけてもらいたいのは、わしは、このことを、 わしが旦那に話したということが世間に知られとうないのじゃ。これは家の秘密じゃったが、今ではレゲットさんが知っているらしいのでの。所長はミルグレイブと共に店を出た。彼は声を潜めながら、レゲットという名前をお聞きになったでしょう。 銀行の支配人で市の収入役ですがね。物静かな口の上手い紳士で人望のある人物ですが、どうも。どうだとおっしゃるのですミルグレイブは促した。市長は事務にかけては敏腕化で、主々な問題に立ち入っていこうとしていたのを知っていますがね。何か銀行の資金か。 あるいは死の基金に関して不正を発見したと仮定するともうこれだけでお分かりでしょうなうん十分に信頼のできる部下が23名おわりですかミルグレイブは尋ねた6人ばかりあります腕利きですよ2人で結構です 銀行の建物の前後を監視させておいていただきましょうあなたと私とは老人と同行してみましょうもし老人の言う通りでありあなたのご推定の通りであるとすればもはやミルグレイブはそう言ってうなずきながら署長を警察署の方へ急がせたミルグレイブはリンカスターに到着した夜 すに町の人々が早寝の習慣を有していることに気づいたのであった10時になると市場に23のランプがともっているほかその小さい町は静寂と闇とに包まれた間もなく彼と所長とはこの闇の中で老人と相対した老人はムート会館の玄関の角で待ち受けていた3人はリアノイドの導くままに 黙々として石の階段を上っていった視聴室に入るとスットン所長は扉に錠を下ろし2個の岩童を中央の卓上に置いて老人を振り返った「さあこれからはじいさんの番だ」老人は大きな暖炉のそばに寄っていって床の敷物に染み込んだ結婚を見ていたが目を上げて机と椅子と椅子を見ながら。 静かにうなずいた。わしの思うた通りじゃ。どういう具合にやったかよくわかりますわい。何をどういう具合にやったと言うんだね。所長が尋ねた。人殺しようです。老人は答えた。まあ、お聞きなさい。わしの親父もその親父も。 またその親父もこのムート会館の番人を務めておったわけでわしはこの建物についてはほとんど何でも知っておるのじゃところでこの市長室には市場に向いた方に窓が3つフィンクルゲートに向いた方に窓が2つあります市長さんの机はそのフィンクルゲートに向かった窓際に置いてあったので市長さんは その机に向かい合った時に突き殺されたのです椅子の後ろにはご覧のとおり真ん中から分かれるカーテンがありますなカーテンの後ろには何があるか見てきなされ老人は岩洞を取り上げて一同お部屋の片隅に連れていったそこには大きな暖炉が中央に突出していた したがって暖炉の両側は深く引っ込んでいた市長の椅子の背後にあるそのくぼみには古風なカーテンがかかっていた気をつけてごらんなされ老人は言った椅子とこのカーテンとは18インチぐらいしか離れておりませんぞそれによって、 このカーテンの陰に忍んでいる男の手は椅子に座っているものに楽に届きますのじゃ。市長さんが殺された時にはこうですのう。つまり犯人はこのカーテンに隠れていて市長さんが書き物をしている時にカーテンの間から腕を伸ばして市長さんの背中を突き刺したのですわい。ところで その犯人がどこへ行ったかということになりますのう言うまでもなくその男は入ってきたところから出て行ったのですわいごらんなさい老人は殺人犯人がその凶悪な計画を遂行するのを助けたその古い建築物の秘密を説明するのに興味を覚えているようであった カーテンをかき分けるその手は熱して震えていた所長はもう一つのガンを持ってきてここを照らしてくださいロンドンの旦那はこれを持っていてくだされこのくぼみは鏡板仕掛けになっておりますのでのアンネ女王様のお作りなされたものでこの歌手は鐘のような音が出ますぞさあ この鏡板をよく見なさるがいい。どこに抜け口があるかちょっとわからんでしょうがの。ところで、旦那は指でその彫り物をしていて、こちらの彫り物を押さえてくだされ。さあ、いよいよ開きましたぞ。老人の震える手の下から、5フィートに2フィートばかりの1枚の鏡板が滑り去って、分厚い壁に、 深い穴が現れた老人はその内部へ踏み込みながらミルグレイブたちを差し招き弾道を受け取ってそれを床のゴミの上に置いたごらんなざれこの仕掛けが開きやすいように油が塗ってあるこれで計略が分かりますわいこの鏡板は内側からでも開くかね ミルグレイブは言った。老人は鏡板を元の通りに閉めておいてそれを開いてみせたこの抜け道はどの辺で出ているんだねミルグレイブは続けて尋ねたさあそれが一番肝心なことですこちらへおいでなされその通路は暖炉の背後の 分厚い石細工の中に通じていた高さは約6フィート幅は2フィート半ばかりであったその天井には雲の巣が張っていた床に堆積した埃は乾ききっていたご覧なぞれ。 新しい足跡がたくさんある。ロンドンの旦那、この足跡を誰かの靴と比べてはどうですかの老人は言った。大丈夫かね崩れてくることはないかね所長は不安らしげに尋ねた。三百年以上もしっかりしておるのですわい。 老人はガンドウを手にして進んでいったが15歩ばかり行くと壁に突き当たったその壁の右手には狭い階段があったこの階段は市場の方へ続いておりますのじゃ肉屋の真下を通って銀行の建物に続いておるのですわい銀行はこのムート階間より古い建物でしての この抜け道はレゲットさんの部屋へ通じているので暖炉の側に鏡板じ掛けの扉がありますのじゃ所長とミルグレイブとは老人の肩越しに階段の真っ暗な闇をのぞいてみた市長室へ引き返して方針を決めることにしよう所長は言った市長室へ入ると同時にミルグレイブは所長に向かって あなたと私とは即刻そのレゲット氏を尋ねる必要がありますあなたはハニングトン氏のことについて尋ねたいことがあるということを口実にするのですね相手をびっくりさせちゃいけませんよと言った所長は老人を帰り見ながら苦笑したレゲットを驚かせるにはかなり骨が折れますね手に負えないほど冷静な人だから なおさら結構ですミルグレイブは言ったさて私の考えではあなたと私とはすぐにレゲットのうちへ行って殺人に関する話をする今が11時20分前ですねマレ・リューローはこの抜け道からレゲットのうちの扉口へやっていく時計は持っているね僕の時計と合わせておくのだ そこでちょうど11時に秘密の扉をノックするんだ2分ぐらい間を置いて3度ノックするのだよ老人は床快気にうなずいたええ考えじゃわしは家中に響くほどノックしますわいしかし用心せんといけませんぞミルグレイムは所長を招いて室外へ出た 彼は階段でリアロイドに二、三の注意を与えた。市場まで来ると彼は、さて、所長さん、レゲットは結婚しているのですかと尋ねた。いや、独身者です。家族は幾人おりますか中年の下女が二人です。ところで、レゲットが犯人だとすると、少し扱いがたいのですがね。 銀行の向こう側には部下が張り込んでいますがそれだけの用意をさせておくのがよくはなかったでしょうかいやお待ちなさい一人の男を踏んじまるのはあなたと私とで十分ですよさあベルを鳴らしてくださいレゲット自身が扉を開けた彼は片手にランプを持ったまま来訪者たちを見つめながら黙って突っ立っていた ミルグレイブは思想に注目したが相手の顔には恐怖の影も驚愕の影も見えなかった相手の示していたのは不況の色であった彼は声を尖らせて言った何事ですかスットン所長お邪魔してお気の毒ですが市長殺害の件についてちょっとお尋ねしたいことがあったものですからレゲットは身を引いて2人に向かって入れという手招をした そして礼賛たる口調で、変な時刻にお尋ねですな。他に時間はないのですか。まあしかしこちらへいらっしゃい。彼は二人を導いてある一室へ入った。ミルグレイブは老人の話していた部屋はこれだなと直感した。彼は本能的にダンロとその周囲を眺めて、よく磨き上げられたカシの板のどこに秘密の扉があるのかと威ぶかった。 美しい古風な家具類にも器具にも絵画にもその持ち主の古物趣味がよく笑われていたしかしそれよりも興味のあるのは主人たるレゲットで彼は体が華奢で目が冷たく磁石たる態度を示していた「お座りなさい」レゲットはやはりつっけんどんな声で言った「何を聞きたいとおっしゃるのです」 参考になるようなことが私から聞けると思っていらっしゃるのは不思議ですね。ミルグレイムは躊躇なく言った。まさにその通りです。しかし、私の職務はできるだけ深く入っていくことにあるんです。諸君がハニングトン氏殺害の秘密を掴もうとするのなら、あの方の過去にさかのぼっていくべきでしょう。あの方はこの町へ帰って来られる。までにケンブリッジで3年。 ロンドンドでで年生活されたはずです。あるいは敵を作られていたかもしれないじゃないですかおっしゃるとおりミルグレイブは応じたそれであなたのお考えではある種の微妙な閃光がレゲットの冷たい瞳に忍び込んで3人の上には奇妙な沈黙が覆いかぶさった ビルグレイブはしばらく待っていたがやがて自ら沈黙を破った「市長室へ入ったのが誰であるとしてもその者はムート会館のことをよく知っていたに相違ないよその人間は何時ごろ入っていけばいいかということを知るはずがない」ネゲットは薄い唇に微笑を浮かべた市長が犯人と、 何か約束でもしたのではなかったということがどうして分かりますねリアロイドが誰も出入りするのを見なかったというのはもちろん取るに足らないリアロイドは夕食などで取り紛れていた忍び込み忍び出ることはたやすいミルグレイブは時計を引き出した11時には1分しかなかった彼は何か思いついたさまでレネットの言葉を遮った もちろん、ムート会館へ忍び込む方法には私の知らないものがあるかもしれませんね。こうした古風なところには抜け道というようなものもあるものです。そして、彼は言葉を切ってレゲットの様子を伺った。レゲットの唇は突然歪んで、目には新たな光がひらめいた。バカらしい。 彼はさげすむように言った。昔とは違いますからねその皮肉な言葉の終わらぬうちに家臣の鏡板の外側から重々しいノックが響いてきたレゲットは鋭い叫び声を発して壁を見つめたノックは再び聞こえたすでに立ち上がってレゲットに近づいていた2人は 彼の前みたい3度目のノックが響き渡ると彼は喉を閉められるような叫びを上げながら所長の腕に失神して倒れかかったミルグレイブはレゲットがハニングトンを殺害した理由を十分に調べ上げるまでリンカスターにとどまっていた。 市の会計は全て不正であった。銀行の金は組織的に横領されていたもし老人が達者で長生きをしていなかったならこの殺人犯は検挙することができなかったかもしれないのであった。